言葉だ。おはよう、おはようございます。寝れなかった4時間ぐらい消しすぎた。うん、ちょっとね、それはあれですね。わあ、そうなんですか。いやなー、あのもう眠くな、もうそういう時はもうあのあれですよね、眠気覚ましのドリンク飲むしかないですよね。で昨日ですね、あの何でしたっけ、あのメグリズム、あの目ホットアイマスクみたいなして寝ようと思っていつも枕元置くんですけど、あの寝落ちしちゃうからせずに寝ちゃうんですよ、どっちにしろ。だからね、ほら見て、あそこに転がってる。マジ毎日あそこに置いて、よし、なんか寝る前開けてこうはめて寝ようって思ったら YouTube 見てて寝落ちするんですよ。リュウセイ先輩、サナちゃんが存在する限り僕はいつだって元気です。なんて嬉しいんだ、リュウセイ先輩、ありがとう。白鳥ならもう、あの来世でも言おうかな、もう来世でも現れると思います。もうそのあなたの世界に来世でも。サラちゃんって目が覚めた気がするけど、よかった、それは巡りズムいいよね、疲れ取れる。ポカさん、そう、めっちゃ疲れ取れるんですけど、もうあのなんか巡りズムって思うんですよ。もう仕方がないと思うけど、あの開けたらもう時間開始になるから、その使用時間開始になるから難しい、はめるタイミング難しい。秋豆さん、おつらちゃん、お疲れ様です。いつまるしーさん、ちかかたん、こもこさん、こもこさん、おはようございます、ありがとうございます。でこの定型文ちょっと変えたい、そろそろ、どうしよう。今帰れないか、今は帰れないや。西京のお日様さん、おつらちゃん、お疲れ様です。ちょっと久しぶりではないか、ありがとうございます。カブさんのファンレベルが6に上がりました、ありがとうございます。ジェイドジェイドゲットハート100、センキュー、ハート100突破、患者さんもありがとうございます。メグリズム枕元に放置分かる、コモコさんですよね、やっぱこれって共感ですよね。なんかもう、これ多分めっちゃ共感してする。あ、待って、サラちゃんに英語喋りそうな見た目と言われるとは、あなたもですよ、ですよね。私が言うことではないですよね、そうですよね、私が言うことではない。私こそモモコに言われるんですよ、なんかサラってその見た目で喋れないんだみたいな感じで言われるから、私が言うことではない。カンタさん、おはようございます。みっちゃんさんが初もありがとうございます。私が言うことではなかった、この見た目で英語が喋れない、何人に言うことではなかった。いや、喋るようになりたい。なんか喋れてる人いたら、どうやって喋るようになったか教えていただけたりできますかね。どうやってしたら喋れるようになったか。ニスキー先生、ハート100個、ハート100個、ハート100個ありがとうございます。もうあとは寝るだけってタイミングで装着したいもんね。めぐりズム寝落ちしちゃうの分かる、ポカさん。え、ですよね。だからなんかどうなんだろう、本当に分かった。なんか本当にあのもう動画して、動画見て寝落ちとかできないぐらい超疲れてる時に、はい、もうはめて寝るみたいな感じの時がいいんでしょうかね。てか普通そうなんですかね、多分。シャラトリは別に使わなくてもいいってことか、まだ。あ、もう解決だ、そういうことですね。ハート100個、ジェイドジェイド、ありがとうございます。これ何さんだろう。これちょっと韓国語調べてみていいですか。これちょっと写真撮ってから、これ何さんだろう、初訪問の方がいるんですけど、韓国語であのちょっと読んでみたい。あ、でも名前わかんないか、あれでもいいか。でこれで写真カメラ入力かで、アップで、ここがひらさん、ひら、いや難しい、ちょっとできない。あ、ダメだった。あ、なんちょっと文字入力しよう。
これの諦めたくないんだ。あ、違う、ちょ、お待たせしてすいません。青いじゃない、青さん、青さんが2度目の訪問。プルン、プルンさんが2度目の訪問。めぐりつむ、そんなにいいなら作ってみたいな図鑑。え、めっちゃいい。なんか本当に疲れは取れるけど、つけるの忘れちゃうって感じ。ジェイクさん、落ちされちゃう、お疲れ様です。キサも可愛い。ジェイクさん、ありがとうございます。ムーンさんがツーもありがとうございます。スマホ見るの諦めて装着するしかない。ポカさん、やっぱそうですよね。でもね、寝落ちっていうのがいいんですよね。わかる。マキさんがツーもありがとうございます。バニラアイスさん、カツオもありがとうございます。ホネホネさん、おはよう、おはようございます。外国語は恥ずかしくさを捨てないと喋れないって意味で、あ、まあそれはそうですよね。私も英語はあまり喋れませんが、胸を張ってい胸を張っていきよう。認識先生、そうですよね、胸張っていきましょう。一緒、ジェイドジェイドさん、ハート1000、センキュー、センキュー。間違ってもいいから声に出すことが大事。自分もそうだったって意味で、ああ、これって意味では喋れるんだ。ミントブルー教授さん、おっちゅかいさん、おつさめちゃん、お疲れ様です。おお、オレンジって感じの方でありがとうございます。まこまこさん、おつさめちゃん、お疲れ様です。つびてばさんも、おつさめちゃん、お疲れ様です。さめちゃん、おはパンプキン、パンプキンさん、おはようございます。アッキーさん、アイキー、アイキンさん、朝から変わっちい、あ、違う、つびつぶさんだ。私はインドネシアから来たんです。お、インドネシア、インドネシア語調べてみよう。おはようございます。インドネシア、おはようございます。え、むずっ。サラマタギー、サラマタギー、伝わるかな。モーニングサナちゃん、おはようサナジー、おはようございます。わ、朝からかぼちなサナちゃん、ズビズバさん、おはようございます、ありがとうございます。おさえがかり系は英語強い人多いから助かってます。私英語強い人多いのすごいんだけど。米屋さん、おはよう、おはようございます。トル0525さん、磯丸先生、仕掛けたん、ありがとうございます。おはようございます、おはようございますって来た。おはようございますだ。さら、おはよう、ご中間とかに、今日もガンマガンちゃんも毎日ありがとうございます。ご中間料めっちゃありがたい、ありがとうございます。前が見えるホタイマスクもありますよ。意味あるのって感じだけど、確かにコモコさん、意味あるんですかね。え、意味あるなら欲しいって感じ。今日の学校への髪型はどうしよう。今日の学校の、でもこれでいいか、これか、いた、耳かけて、うん、え、どっちがいいと思います。耳かけるのか下ろす。あ、でも下ろす方がいいです。どうなんだろう。旅行の時、通訳を息子に足ります。なかなかかっこ悪い。え、でも待って、息子喋れるのすごい。ゴングマさん、まあすごい、かっこ悪くないですよ。キムチ、自分の意思を伝えられるくらいには喋れるよ。え、すごい。え、なんかもう、え、英語ってやっぱ喋れたらかっこいいですよね。そうですよ、かっこいいっていうか、なんか普通になんかこの世界のみんなが同じあの言語だったらいいんですけどね。どんだけいいことか、そしたらって思うんですけど、でもそんなことできないから、できないから頑張るしかない。お、たかはんさんが、どうもありがとうございます。えひろさん、今日は何か夢見たの。え、
か見た気がする、なんか見た気がする、なんか見た気がするんですよ。だけど何か覚えてない。英語の歌を歌えるよ、意味わからんけど、パンプキンさん、いやすごいなそれ。どちらも可愛いから選べない。どうだ、まあありがとう。チームは耳出しが好きですよ、ティムジ。お、そうなんだティムジ、そうなんだ、アイラちゃんだ、おつさんちゃん、アイラちゃん、おはようございます。よしおさんもおはよう、おはようございます。あ、ケイタロウさんだ、おはさなちゃん、おはようございます。キャワキャワパジャマ姿ありがとうございます。なんか毎日パジャマな気がするんですけど、用意してください。おはさなちゃん、もうすぐ会社ですが、出勤前にご挨拶、キヨイチポーズキさん、ありがとうございます。なんてありがたい、本当に。てちさん、画像もありがとうございます。おちょぼ口が可愛い、さし覚えられて、覚えられてたらよかったよね、ゆうさん。はい、夢って忘れますよね、起きたら。そう、起きたら忘れません、夢って。なんか相当なんか印象付けられる夢じゃないと覚えてないから。なんかまあ、あの普通に、まあ、あのいい眠りだったってことで。世界共通語のエスペラント語は普及しなかったから、なんだそれ、寒さすごい、何語だそれ。でもなんかもうなんかみんながこの世界のみんなが同じ言語だったらもっと仲良くなってどのになーと思う。フリーダムさん、おはよう、おはようございます。大地球さんもおはようございます。エンヒロさん、大抵忘れちゃうけどね、ま、そうですよね。鍋ちゃんが初音もありがとうございます。なおさんが二度目の方もありがとうございます。いい夢は絶対忘れる、さくらさん。え、そうなのかな。でも白鳥、いい夢でもたまに覚えてる時ある気がする。いい夢ってなかなか見ない気がする。え、悲しい。夢って何なんでしょう、まず、まず夢って何なんだろうって感じ。空白さん、おはよう、おはようございます。ポカさん、夢にサナちゃん出てきたことあるよ。え、なんか嬉しい。だってさ、多分なんかあのたくさん考えてたらそのことが夢に出てきますね。その日に結構考えたこととか。え、だからもしかしたらポカさんその時めっちゃ白鳥のことを考えてくれてたのかもしれないと思うと嬉しいな。沙織さんが発音もありがとうございます。ゴンゴムさん、ディズニーストアでダンボのピンバッジゲットしました。移動中はつけてます、ゴンゴムさん。お、そうなんですね。いやー、ね、ダンボさ、あのお姉ちゃんがなんかダンボの手鏡買ってて、え、ダンボ好きだったのかなと思ったらなんか普通に可愛かったって言ってて、なんか嬉しい気持ちになった。ヨファイブさん、おはようございます。お仕事始まっちゃうので、また後で。うん、また後で、ありがとうございます。言葉がわからないから相手のことを知りたくなるような。あー、ケースリーさん、そういうこと。え、そういうことなんですか。言葉がわからないから相手のことを知りたくなるのか。なるほど、そういうことか。うん、相手が日本語を理解していないから英語で話してあげるって、上から目線で話してるよって。そうなんだ、そういうこと。面白いな。たかたかさん、おはよう、おはようございます。くまちゃんさんが初音もありがとうございます。しゅんさんが初音もありがとうございます。今夜夢にさなちゃん出てきてね、えんきよさん。え、ちょっとだから私も考えたら出てくるかもしれない。こう、そうしそうい。今日も可愛いパジャマ姿、けいたらさん、ありがとう、いつも可愛い、ありがとうございます。たかたかさんのファレベルが6に上がりました、ありがとうございます。よしおさんのファンレベルが5に上がりました、ありがとうございます。ポカさんのファンレベルが5に上がりました、ありがとうございます。コメント途切れ途切れになります、ペコリン。全然大丈夫ですよ、大丈夫です。こうちゃん、おはよう、おはようございます。こうちゃん歩きながらなので、ケータルさん、そんなあの気をつけて、絶対に電柱にぶつからないように気をつけてください。私は、お、谷さんがフォローしました、ありがとうございます、ありがとうございます。白鳥さんです。高校3年生17歳です。間違えました、18歳です。ぜひ応援してください。夢は脳が記憶を整理するために見るって話です。そうだ、そうなんだ。記憶を整理するために夢を見るの、だけどどういうことなんだろう。日本語頑張れ、ケイタロさん、頑張るん、頑張るんだ、頑張るんだ。みえさんが初音もありがとうございます。ピロトさんが初音もありがとうございます。日本語大丈夫だと思うんだけどな、ケダルさん。え、本当に、な、次はもう英語でいきます。英語、英語勉強したい、本当にしたい。
そうティムジー、そうなの、肩の上で広がるぐらいね、そう髪伸びた、髪伸びたんですよ本当に。だからねこうやってね結んでもねもういい気がしてきたの一つに。でもねやっぱ結ぶよりね下ろしてた方が可愛いから。でもね本当に跳ねるんですよね。18歳になりたてポカさんのなりたてだから、今度8月に東京行くからその時に会える可能性大。ケイタロウさん、うん、嬉しい、待ってます。でもっとレベルアップしてちょっとね会いたいと思うので頑張る頑張る。あ歌う、そうケイタロウさん、そうカレンガールズを歌う予定だったんだよ。そう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 、オッパーザフューチャーは晴れてても可愛いので、ありがとう。無問題、無問題って呼ぶのかな。おもちさんが初音もありがとうございます。木村田光栄さんが初音もありがとうございます。月は私が変わった時もありますね。うん、うん、かっちゃんだ、おつむちゃん、かっちゃんおはようございます。錦木先生ハート500ありがとうございます。木村田光栄さん初見、おつむちゃんありがとうございます。やっぱハートがありがとうございます。初見白鳥サナと言います。高校3年生18歳です。アイドルグループで活動しています。ぜひフォローなどしていただいて、これからも見てくださると嬉しいです。モーマンタイカ、あモーマンタイカ、あ歌詞の中にあるリッド文の口癖はモーマンタイってある。6月25日は18時35分からお台場でライブですね、錦木先生。そうです、皆さん ありがとうございます。錦木先生、そう皆さん、そうなのでぜひお時間ある方は6月25日曜日来てください。もう跳ねてるからやだ髪の毛が、もういい。じゃあちょっと歌ってきます。ロッキーちょっと一旦水飲もう。やばい落ちるとこだった、まだスマホどんがらがしちゃん行くとこだった、危ねえ。声出るかな、やばい声出ないかだから、声出ないかもしれないけどお許しくださいその時は。え、ちゃんさらちゃん朝だから声出ないんだ。互いのわかるさんおはようございます。朝からガロッキー元気出る、よかった。宿場でこっそり見てるキスメドブさん、ありがとうございます。I love you、 ありがとうございます。やっちだ、やっちおはよう、ありがとうございます。朝からカレンガールズなんでテンション上がる、ちょっと歌ってきます。ゆえゆなさんおつられちゃう、あじも おはようおはようございます。アクタスさんおはよう、おはようございます。8月19日にライブという間って告知が公式からあったからいけるかなって、もう来てください、キスメドブさんありがとうございます。はい、やばい、めっちゃ聞こえる自分の声。強く凛々しく羽ばたいて、あなたとこうして、ただ生きてくため。
汗だから声が全然出ない。ちょっと待って、エコーかけたい。エコー、リバーブか。あれ、あなたと過ごした必然の日々、絆は幻なんかじゃない。小さな夢は愛に育ち、未来を優しく導く。かけると音がぼやけるから少しマイク小さいかも。あ、本当に？ならもうちょっと大きくする。あ、BGM じゃなくてこっちの音。あ、こっち小さくなっちゃってた。あの、間違えて違う方にしてた。ありがとうございます、にしけ先生教えてくださって。シルトリも聞こえにくいなって思ってたんだ。え、だからせっかくだから違う歌も歌っていこう。え、久しぶりにふわふわタイム歌おう。久しぶりに。ちょっと久しぶりに。ちょっとなんか自分の声聞こえにくいんですけど、皆さん聞こえてますか？なんか音ちっちゃい気がするんですけど、なんか BGM がめっちゃ大きくちっちゃくなるけど、皆さんどうですか？さっきより音大きい？小さいですよね。なんでだろう。どうしたらいいんだろう。マイクこれなんどうしBGM だけが大きくなっていくんですよね、なぜか。ですよね。リアタイしてた、エンヒルさん。え、DVD で見てました。え、どうしよう。ちょっと、なんでだろう。ちょ、もう一回やってみる。Bye.
た？え、本当に？本当に良くなった？りょうちぃさん、おはようございます。パカさんもおはようございます。パワさん、おはよう。お、アイラブユー、めっちゃありがとうございます。りょうちぃ、ありがとう。音符図さん、いっぱいありがとうございます。パチパチ。どうもありがとうございます。バップタイム、イエーイ、ジェノリド。え、最初が良かったかな、さくらさん。これどう？みなさん。コメント。それが一番難しいのよ。話のきっかけとかどうしようって肩のように考えてる時点で全然自然じゃないよね。あーもういいや、寝ちゃう寝ちゃう寝ちゃう、そう寝ちゃおう。あー神様お願い、一度だけのミラクルタイムください。もしすんなり話せればその小さい？悩むな。なんか一回エコーなしでいく。エコーなしでいく。エコーなしでいきますね。エコーなしで。あ、これだ。今度ゆうゆうに聞いとく。この方法。寝ちゃいすぎて寝坊しちゃった。そんな日もあるさ。え、どうしよう。あの、学科あるんで残り1曲にしよっかな。残り1曲にします。どうしよう。タタタタン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 タラタラン、あ、赤瀬あかりちゃん。これだ。あ、でも元気出るやつがいいから、元気出るやつにしようなら。うん、どうしようかな。何がいいかな、皆さん。金輪際現れない、一番星の生まれ変わり。可愛すぎてもう元気で、たっぺさん、よかった。ルース先輩、大学行ってきます。サラちゃんのおかげで今日も頑張ります。来世でもサラちゃん見つけてみせます。ありがとう、ありがとう。ルース先輩、来世でも会おうじゃないか。おはようございます。可愛いですね。控えめにいてシンデレラですね。ありがとうございます。さやさん、さやさん、ありがとうございます。あー嬉しい、控えめにいてシンデレラですねって。たかたかさん、パチパチありがとうございます。エコーなしがいいかな、ねつけ先生。でアイドルね、全部歌えないんですよ。全部歌えないから、ちょっと、まだ練習中って感じで。タッタッタンス、タッタンタンス。いや、難しいな、あれ歌うの。桜を、桜歌か。桜歌か。最近ね、めっちゃ聞いてたから。まためっちゃ聴いてたから歌いたくなった。電波頑張れ、電波。 OK 出た。誰にしよう。いや、こういう時はやっぱり夢に向かってでしょ。ベビーユー、ベビーユーのやつか。
羽ばたけ夢に向かってまっすぐ明日じゃなくて今すぐみんな輝くステージ進め Fire away Fire away 熱い誓いをいくつも重ねたならでっかいチャンスの扉さえ開けるパワーになるよ苦しい時に仲間の顔見るたび壊れてしまいそうな気持ちに光が差す気がした携帯メールでね励まし合ったメッセージ元気勇気いっぱいもらったから I can fly 羽ばたけ夢に向かってまっすぐ明日じゃなくて今すぐだって待ってなんかいられない輝く希望の嵐強い絆あれきらめき放ち最高の未来目指そうよ I can fly ハムさん I can fly見えても夢は大きいから失敗恐れない心で高い空を見上げた小さい翼って大きな理想を抱え時には妹の気分で仲間に甘えちゃった初めてブログを書いた時に手にした宝物はいっぱい今もあるよ I can fly 羽ばたけ夢に向かってまっすぐ明日じゃなくて今すぐ強い願いを光る風にして緊張をなんか吹き飛ばし自分の笑顔でいつでも強く前を向いて高く飛んで行こうありがとうございますお、アリサさん初見ありがとうございますお疲れ様でしたシアトリサラですぜひフォローしていってくださいポジさんがどうもありがとうございます感想懐かしいケイダロさんおまたけ夢に向かってまっすぐ明日じゃなくて今すぐだって待ってなんかいられない輝く希望の嵐強い絆できらめき放ち最高の未来へ夢に向かってまっすぐ明日じゃなくて今すぐ強い願いを光る風にして緊張をなんか吹き飛ばし自分の笑顔でいつでも強く前を向いて高く飛んで行こうこの曲って声楽のファーストシングルのカップリングだったかとカップリングってなんだでもねファーストシングルありがとうございますはい終わりますねありがとうございます皆さん朝から本当に来てくださって、ね、カラオケも盛り上げてくださって本当ありがとうございます皆さん朝からミーティング始まるからまたねキスレンドさんバイバイじゃあスクッシュタイムからいきますせーのありがとうございます2位ゾゾンありがとうございます3位さくらさんありがとうございます
4位にじすけ先生ありがとうございます。5位ジェットジェードありがとうございます。6位サイドさんありがとうございます。7位かっちゃんありがとうございます。8位えんひろさんありがとうございます。9位ハムさんありがとうございます。10位ゴングマさんありがとうございます。11位サムさんありがとうございます。12位ケイゴさんありがとうございます。13位マシュマロさくらさんありがとうございます。14位ササシありがとうございます。15位カタさんありがとうございます。16位パオンさんありがとうございます。17位ジェロさんありがとうございます。18位ジェンさんありがとうございます。19位アリさんありがとうございます。20位ヨシオさんありがとうございます。じゃあ皆さんおつむおしあつめしてなかったケータロウさん全然大丈夫ですよ。もう来てくださるだけで大丈夫です。本当にバイバイ。かわいい